下越国境上跡群及び道は、石川、富山県、堺、すなわち加が、越中国境にある城石を主体とした、国指定史跡の名称。小根城と、切れ山城及び山岳道、小原越で構成されている。小牧、長久手の戦いに連動して勃発した、前田利家と、笹成政の軍事衝突の状況を示す、遺跡群である。小根城跡1、切れ。 山城、二、小原古史、三、小根城1582年、本能寺の変直後に、明智光秀を討った、橋場秀吉は、自ら天下統一に乗り出し、翌年の静岳の戦いで、柴田勝家を滅ぼした。続いて1584年には、織田信夫、徳川家康連合軍と衝突し、小牧、長久手の戦いが勃発した。この時、 越中に進出していた笹成りは、家康方に接近したため、秀吉方である加賀の前田と市との間で、軍事的緊張状態となり、下越国境地帯には多くの山城が築城されさざ、前田両軍が睨み合い、時に交戦する事態となった。最終的には1585年に、秀吉が自ら越中に出陣して、富山城を包囲し、 成政が降伏したことで、騒乱は終結した。下越国境には、古くから北陸道の脇街道として、田治下越、小原越、二股越などの山岳道があり、東西に並走して、加賀越中をつないでいた。これらの古道は2019年に、歴史の道百選にも選ばれている。1584から85年の騒乱の際、田治下越に、前田軍が、 朝日、山城、佐々軍が一条寺城を築き、南方の小原ラに、前田軍が雪山城、佐々軍が昇根城を、さらにその南方の二股越に、前田軍が高峠城、佐々軍が荒山城を築いた。このうち、国の史跡、下越国境城跡群及び道となっているのは、小原ラとそのルート城に作られた、切れ山、昇根の二条跡である。指定前に行われた、 発掘調査では、空堀や土塁、歩行などの城郭以降のほか古いオバライツの道筋が見つかり、一部は城内に取り込まれている状況が確認された。また、小根城付近では大規模な掘り生地で、オバライツが切断されており、街道を封鎖して、敵の襲撃に備える緊迫した状況が推定された。なお、これ以降の近世のオバライツは、大掘り切れを迂回したルートが取られていた。 小原越と二条跡は、安土桃山時代における有力武将同士の攻防という歴史的事象を如実に示し、また街道と城塞の関係を考察する上でも重要な遺跡群であったため、部分的ではあるが、2015年10月7日に国の史跡となった。ありがとうございます。